はい、こんにちは、イチローです。今日はようやく納車です。はい、今日もサッシュさんに来てます。はい、はい、社長のヨウさんです。はい、お買い上げありがとうございます。今日楽しみにしました。もう綺麗に綺麗に出来上がってますので、はい、今日ショールームに置いてあります。じゃあちょっと早速見に行きましょう。はい、これだ、これです。いやかっこいいな。これ後からつけたの、このシールドです。そうお、しかもおこれついとるじゃん。お願いしたんですかね。お願いしたの。車と一緒でオプション忘れてるタイプですね。これはまだ詳しい動画はまだ撮ってないよね。そうですね。この車、バイク、三輪車。さあ、ちょっとこれ詳しく外で紹介したいと思います。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちら鍵なんか。鍵がお二つでございます。これなんかすごい鍵。ん？あ、え？刀みたいな。パッと本当だ。じゃあ、すごいすごい。よし、来たよ来たよ。検証が立ち上がります。でここに、あ、速車付きオートバイ。速車付きオートバイって買い取るのに普通免許で乗れるんや。速車付きだから。はい。素晴らしい。重量420キロ。軽い。軽い。あれで、こちらが保証書 と、メンテナンスブックになっております。整備手帳。はい、はい、じゃあ点検の時とかは、はい、こちらを一緒にお持ちください。じゃあ、早速ですけれども、うん、車両の説明をさせていただきます。はい、はい、めっちゃ軽そう。まずは鍵を返します。鍵、はい、うん、ここからピッと出して、はい、はい、でこれを、右に回すとメーターがこういうふうに、はいはいはい、オープニング、はい、それでモードボタン、あ、そうですね、モードボタンを押していただいて、モードボタンを押す、そうするとセルが回るようになります。ETC はシートの下にありまして、シートを開けるのですね、押しながらスパナマークの方に回していただくと後ろのシートが、おお、でここに工具がありますんで、はい、スパナマーク工具ここにありますよ。なるほど、そういうことか。はい、ETC こちらで、あ、間違って飛んでる。そうなんですよ、脱落防止のファイヤーが。で、ETC ここだ。はい、あ、もう忘れんように入れとこう、はい、ETC 入れた。 OK OK、 はい、おー、ね、はい、で、シートはもう感覚的にこの爪を端に刺して、で、ロックがこっちにしかないので、はいはい、あ、これで正解です。なるほど、これで正解。パッと出しますけど、はい、これで正解です。なるほど、はい、これで ETC も OK。 はい、はい、で、これもつけてもらって、これもつけてもらって、すごい、はい、充電もできるんよ、これ、ほら、おお、ここね、これはすごいな、いいじゃん。はい、で、あと運転はこれがシフト、シフトアップですね。はい、で、シフトダウンは後ろ、そのまま後ろですね。あ、そっちか。はい、はい、シフトダウン、うん、で、バックはニュートラルにしてから、そうですね、 R ボタン押しながらマイナス、あ、 R ボタン押しながらマイナスと。ウインカーもこっちだし、はい、ブレーキは足だけです。ブレーキはこれだけです。はい、ウインカー、ホーン、覚えた。本当ですか。覚えたよ。では、鍵をカバンマークの方に押して、これですね、合わすとフロントの
収納部分が。はい、ああそうか。あすげえじゃん。なんかヘルメットも入りそうなぐらいだけど、ちょっとヘルメット厳しい。うん、あこれ車検証入れ。はい。わおっしゃれ。じゃあ入れといて。はい。あと綺麗にしようかね。すごい。であとは。これだけで OK。 OK。 いやかっこいいなこれ。よしじゃあこれで帰りましょう。はい、乗って帰るよ今日。おお。じゃんじゃじゃん。お買い物。これね何かって言ったらね、二輪館でね、ヘルメットを買ってきたのよ。おお。え今日のために。そう、照英のヘルメットは、はい、あれはミニバイクレース用。まあまあさっきと用ですよね。あれもう頭カチカチだから小さくって、はい、まあその代わりしっかりするのよ。そうですね、ブレない。まあブレないから安全。うん。だけど頭は痛くなんだよね。あーまあツーリングとかだときついのは辛いですね。でだからこれはツーリング用ということで、アライヘルメット。アライヘルメット、アライヘルメット。じゃん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 。おーかっこいい。かっこいいでしょ。スポーティーですね。スポーティーやね。すごい成功だな。これ取らないと。じゃーん。これ光そのまんま通して眩しそうですね。そう、あのこれね確かね、たっちゃんがあたくさんフィルムみたいなのくれた。もしかしたら合うかもしれない。あなるほど、うん、よしこれかぶって今日は帰りたいと思います。はい。で実はあやちゃんも。はい、あやです。あやちゃんもヘルメット持ってきたね。はい。あやちゃんはこれミニバイクレース使ったやつと一緒だけど。でも別に私は痛くなかったからこれでいいかなと思って。はい。どんなんだったっけ。おーかっこいいじゃんね。かっこいいね。かっこいいでしょ。はい、あやちゃんのミニバイク姿は、はいこっち。はい、ってことでね。はい、交代交代で帰りましょう。はい。生身の体が外出てるから寒いのよ。そうですね。で今日はジャンパー持ってきたの。これ、はい、これはあったかいからね。あったかいやつですね。これならちょっとモコモコしようかな。まあ、ちょっとやりすぎたかな。いやでも走ってると体どんどん冷えてきますからね。え嘘でしょ。ちょっと待って。中学生とかの時に買ったんですか。やめて。ちょっと見てらんないな。だってそれ座れなくないですか、そんなんじゃ。ああ小さいの買っちゃったから。いや社長それ2年前ぐらい着てました。え嘘。本当です。太ったっていうか。違います、成長したんだ。なんかもうすでに暑いんだ。いや違う、首これは取った方がいいな。高速走るときにこれなんかバタ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 ってなりそう。おお、なるほど。そう、これはちょっと取っていこうかな。はい。よーし、と T シャツ。はい、バッチリですよ。お、これなら寒くないぞ。いやまだわかんないって。寒くないと思うよ。よし、じゃあまずは僕スタートで、はい、パーキングで交代しましょうか。はい。
めちゃくちゃ楽ちんなオートバイ。はい。ほんと。あの、バイクだとどうしても疲れるけど、うんうん、全然疲れんよ。シートもいいよ、これ。若干、このハンドルが少し遠いかなって感じがする。社長がそう感じるなら、私もそう。これもっと近づけられるやつ確かあるかな。多分ある、出てくるよ。あやちゃん乗ったらどんな感じかな。はい。じゃあ、ドライバーコース。はい。次はあやちゃんの番。はい。もうバッチリ？バッチリ。しょ。ねすげえな、このシールドかっこいいね。めっちゃかっこいいやん。めっちゃ楽しい。やばい楽しい楽しい、うん、前の時はさ、うん、ちょっとしんどいとか言っとったけどこれあの座り心地座り心地はめちゃめちゃいいんですけど、うん、やっぱりちょっと腕遠い腕が遠いやっぱりねそうあとステップがここ横にここだけだから、うんうん、かかとがどこにどういう風に置けばいいのかがああそうなんだあそうか俺の場合さちょっと若干ここにポンってこう乗せれるからそんな違和感ないんだけど あやちゃん若干届かないやんそうそうなんかこうどこのポジションが正しいのかが分かんなくて途中こっちに乗せたりとかでもさこれよく見たらなんかちょっと変えられる変えれるかもしれないでもここにほらバーがあるからどうなんだろういやこれなんか調整できそうな気がするなまあまあまあそう楽しかっためちゃめちゃ楽しかったです寒いのはね寒さはあんまりないけど結構体が風に煽られる感じはあったかな、うん、風を感じれるねじゃあ、はい、バイクみたいじゃんめっちゃ楽しいこれかっこいいよこれというかねまっすぐ見てもね迫力あるんだよこれドーンすげーはいで今度僕ねサーキット持っていくよこれをそうサーキットで一回ちょっと全開走行してどんな感じなのかこれ思いっきりカーブ曲がったらどんなになるのかちょっと僕未知の世界だから、めっちゃ怖いちょっとねやってみたいと思います、はい、一応ねサーキットのもねこれの走行許可取れたんで どこで走るんですか次回お楽しみにお楽しみに